新空港自動車道は、千葉県成田市の東関東自動車道から、成田国際空港へのアクセス高速道路として、建設された 3.9km の高速道路である。略称は新空港道。高速道路ナンバリングによる、路線番号は E65 が割り振られている。路線は、国土開発幹線自動車道には指定されておらず、 高速自動車国道の路線を指定する政令によって、高速自動車国道の指定がなされている。政令による正式な路線名は、成田国際空港線。距離が短いこともあり、実際の標識では、新空港道の名称が使われることは少なく、新空港インターチェンジの入り口標識など、接続する東関東自動車道の一部として案内、されているものも多い。 本路線は全線が大都市近郊区間となっている。また、無料で通行できる一般部として国道295号が並行している。建設にあたり、成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律による補助金のかさ上げの適用を受けている。なお、成田国際空港株式会社が構想する。 空港周辺道路の一つとして、新空港自動車道の延長線上に、首都圏中央連絡自動車道と接続する道路の整備が構想として存在するが、この道路が新空港自動車道として強用されるかは未定である。24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。